姫路にやってきております。絶対言われた。あ、プリンプリン、ファンですか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、関本夫婦です。はい、このチャンネルでは夫婦生活に役立つような情報をお届けしておりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、というわけで今回はですね、姫路にやってきております。僕の地元ですね。はい、というのもちょっとわけがありまして、この後のビッグイベントがありましてですね、そこに向けてちょっと姫路に帰ってきたという感じでございます。はい、楽しみなイベントですね。まあ、何があるのかっていうのはもう多分サムネとかタイトルとかで分かってると思うんですけど、はい、じゃあ今から行っていきたいと思います。ではレッツゴー。のれん街、ここはな、めっちゃ居酒屋さんというか、せんべろみたいな、ま、町やね。町というのか通り、うん、にぎわってるな。牡蠣とかうまそうや。ええー、匂い見るだけ。みんな楽しそうな。あ、商店街、これは何だっけ、これはみゆき通り。みゆき通りか、姫路みゆき通り。あ、あっちキラキラしてるよ。めっちゃキラキラしてる。姫なりえやんか。姫なりえやで、あれが。すごい、かの有名な。めっちゃ綺麗。毎年一緒やねん。え、そんなんいいじゃん、それ。この辺に死ぬほど通ったたこ焼き屋さんがある。たこ丸。たこ丸。このたこ丸っていうたこ焼き屋めっちゃうまいから。うまいというかな、安い。うん。あの、一個ずつめっちゃちっちゃいんやけど。うん。塾に行く前に、あそこなんか閉店間際になったら半額セールとかして、なんか30個で300円とか、めっちゃ安い値段で売ってる。お腹いっぱいになれるね。 それをいつも買ってた。なんか新しい店できてる。何屋さんこれ。ロンエッグクロワッサン。何やそれ、聞いたことない。これだ、これだ。何がいい。何やこれ、初めて見た。一番人気何ですか。カスタードがよく出ます。ああ、なるほど。何がいい。じゃあカスタード。カスタード。食べて。え、ここ食べていい。うん。かぶるよ。もちろん。うんうん。クロワッサン。うん。うんうん。うまいな。うん。かわいい。丸い卵クロワッサンって、はい、美味しいよ。というわけで姫路城です。でーす。絶対言われた。あ、すごい、今鳥が飛んどってめっちゃいい感じだった。白鳥が飛んどったで。ポストが黄色い。ポスト黄色い。俺も初めて見た、これ。この子やっぱ可愛いやつ、ね、白丸姫。うん、でも群馬ちゃんのが可愛いと思うけど、可愛い。さっちゃんとさっちゃんです。喫茶店行くで。柳、柳喫茶店。はい、喫茶店。乾杯って知ってた。野沢が入ってんの。龍角さんの匂いめっちゃしてる。龍角さんとコーヒーは合わない。めっちゃむずい。全然釣れないです、この子。この魚全然釣れへん。今日のお夕飯はタオビ。こちらでございます。こちらでございます。こちらでございます。入りましょう。ビッグイニのフカヒレスープでございます。Thank you.
まいの、大きい大きい、プリンプリンというブリンブリンやな、うん、酢豚のパイナップルは許せる派？うん、許せる、全然許せる、うまいよな、うん、うん、うん、おいしい、基本エビデカめ、そうだね、辛いらしい、なんでスプーンなの、ほら、あるやん、そういうボケやめてよ、おいしい、うまい、うまい、そんな辛くない、通りでした、通りで、はい、ルームツアーをします、はい、ご案内してください、はい、ベッドです、はい、今日はツインベッドですね、ツインのベッド、はい、綺麗やな、中身、成功の時計がかかってます、成功の時計、テレビ、クローゼット、はい、はい、はい、で、まあ机があって、ホテルの後ろに後ろ隠れてる、あそこに隠れてます、あとは大事な場所、さっちゃんの大事なアベンジャー今日のアベンジャーどうですか、ママ、ママ、うん、完璧ではないの、アベンジャー、個室のアベンジャーが好きです、あアベンジャーからのルームツアーです、はい、というわけで、で今は終わりです、はい、今日はね、あのホテルに泊まりますよ、で明日がメインイベントなので、メインイベントです、はい、楽しみたいと思います、ではおやすみ、おやすみなさい、はい、おはようございます、おはようございます、2日目です、2日目、はい、今から朝食会場向かいます、じゃ行きます、レッツゴー、フレッシュな野菜ですね、お豆さん、これドレッシング、ドーナツ、かわいい飾り方、かわいいです、グラノーラやな、フルーツ、おケーキ、甘酒やって、ソーセージ、ベーコン、パスタ、あ、和光や、和光、和食、パンですね、こんな感じです、すごいビュービュー、姫路城が目の前、それぞれのね、どんなのを撮ったかっていうのはまたこう写真で撮ってください、面白い組み合わせなんだ、ホテルの写真いいよな、いいよ、ルーちゃんのポイントは子供心を忘れない、ああ少年のようなプレート、これ昔からもう洋の朝ごはんで育ったから和が合わへんな、ご飯より圧倒的パン派、そうだね、和っぽう、他に食べようかな、だってね、朝食べない方が調子いいよ、俺は、うまいな、以上、綺麗な後ろの前からでした、もうちょっと離れましょう、当てる、2、1